シンガポールの交通では、シンガポール国内での交通事情と、シンガポールと他国を結ぶ交通事情について、解説する。シンガポール国内交通は、陸上交通が主である。シンガポール内の隅々まで道路が整備されており、シンガポール本島から先頭サ島や、ジュロン島にも橋で道路がつながっている。また、鉄道も整備されており、マスラピットトランジットは、 東西南北に伸び、ライトレールトランジットは公共住宅密集地を循環している。その他の島はシンガポール本島からフェリーが出ている。また、国土が小さいため国内の空運は存在しない。シンガポールはたくさんの国々と繋がっており、マレーシアとは2箇所に橋がかかっているほか、シンガポールジャンギ国際空港は国際的なハブ空港、シンガポール港は 国際的な積み替え校である。イギリス人看護師が休暇中に自転車タクシーに乗っている第二次世界大戦以前の重要な都市公共交通は人力車であった。戦後自転車タクシーがこれにとって変わり、1980年まで自転車タクシーが重要な都市公共交通だった。その後人力車タクシーは廃れたものの現在でも観光客向けに残っている。 シンガポールは、ロードプライシングシステムをいち早く取り入れ成功させた。シンガポールエリアライセンシングスキームを1975年に、はじめ、後に、電子料金収受システムに置き換えた。他の多くのコモンウェルスの国々と同じく、左側通行である。なお、左ハンドル車の登録、走行は禁止されている。このため日本人には、 比較的運転しやすい地域であるが、ラウンドアバウトや交差点で右側優先である点など異なる点も多い。また交通マナーでは日本と比較して車間距離が短い、ウィンカーを出さない場合がある、歩行者が最優先でないといった点で異なる。バスなどの公共交通機関の円滑な交通を優先する規則も日本よりも厳しい。 また東南アジア特有のスコールなど、大雨、雷雨の天候での運転もあり、注意が必要である。飲酒運転や携帯電話の使用など、運転手に対する罰則の強化については日本など、他国と通じるものがある。台数96、969,910台車両は、日本車とドイツ車の割合が高い。シンガポールは、関税や自動車購入権により、 車が非常に高価であることで知られる。2012年の死亡者数は169名で、2011年の195名から減少した。アヤラジャーエキスプレスウェイシンガポールの高速道路、ネットワークシンガポールの高速道路は、陸上交通庁が計画、建設、管理を行っている。高速道路は、地方と中心地を結び、重要な役割を果たしている。 シンガポールの高速道路は、以下、独立後まもなく都市部での交通渋滞を避けるために、そのため、高速道路が計画、建設され始めた。また、地方の公共住宅に、住人のほとんどの職場が都市部であるために建設される、公共住宅街のある、地方部と都市部間の交通利便性も考慮された。シンガポールケーブルカーはシンガポールで、 唯一のロープウェイで本島のマウントフェイバーから先頭差島をつないでいる。シンガポール島から先頭差島には橋がかかっており、タクシー、バスで行けるほか、先頭差エキスプレスも通っているため、ケーブルカーは観光アトラクションとして利用されている。2010年8月に改修が終わった。MRT、LRT、バス、タクシーがシンガポールの公共交通シンガポール独立以前の 公共交通はトラム、トロリーバス、バスが走っていた。独立後の公共交通はバス、鉄道、タクシーがある。国土が狭いために自家用車の台数を減らす必要があったために政府が重点を置き開発した。その結果、2008年現在では1日530.8万人が公共交通を利用している。公共交通はシンガポール人の通勤。 通学に欠かせないもので2000年の国勢調査によれば通勤するシンガポール人の52.4%が公共交通機関を利用しており残りの41.6%が個人所有の車両6.1%が車両を利用していない通学は41.5%が公共交通機関24.9%が個人所有の車両 30.1%が車両を利用していない。しかし、シンガポール永住者の公共交通機関の利用率は減少している。1990年には55%だったものが46.3%となった。シンガポール政府はこれを75%まで引き上げようとしている。鉄道、バス、タクシーは陸上交通庁の管轄である。 料金とバスサービスについては、陸上交通庁から独立した公共交通会議の管轄である。陸上交通庁の使命は、公共交通の発展と浸透であり、特に中心地区での空気汚染に配慮している。2007年12月に、陸上交通庁、シンガポール政府観光局、イージーリンクによって、観光客向けのシンガポールツーリストパスが発売された。 ツーリストパスは8ドルで SBS トランジット、スマートバス、スマートトレインズの運行するものが無制限で乗れる。ただし、夜間運行のナイトライダーなどには適用されない。限られた MRT の駅で買うことができる。SBS トランジットスマートバスマスラピット、トランジットマスラピットトランジットは、標準機の都市高速鉄道。総距離は1 5 7 9で計画中も、 含め、102の駅がある。1999年に新交通システムのライトラピットトランジットが公共住宅の多い地域で開業。まずは総距離7 8トルの LRT 武器、パンジャン線が開業し、その後 LRT 戦艦線、LRT プンゴル線が開業した。2007年に日立が建設した総距離2 1トルの戦闘際エキスプレスは、 シンガポール本島と先頭差島を結んでいる。シンガポールの鉄道ネットワークコンフォートデルグロタクシー、台数28,210すべてのタクシーに、料金メーター、エアコンがついており、ほとんどのタクシーは5人乗りで、無線が搭載されており、ディーゼル車である。法律によりすべての乗客は、シートベルト着用の義務がある。1日の利用者数。 約588,632人、コンフォートデルグロタクシーコンフォートデルグロシティキャブ個人、タクシーイエロートップキャブスマートタクシーユニオンエナジー、コーポレーショントランスキャブプレミアタクシーシルバーキャブ、スマート、オートモービルプライムタクシーマレーシアシンガポールセカンド、リンクシンガポールとマレーシアの間には2本の橋が、かかっている。ジョホールシンガポールコーズウェイは1920年代に、 建設され、シンガポール北部のウッドランズとマレーシアのジョホールバルを道路と鉄道が結んでいる。マレーシア・シンガポールセカンドリンクは1996年に完成し、シンガポール西部のトゥアスとジョホール州の単純クパンを道路が結んでいる。マレー鉄道のウェストコースト線がシンガポール北部のウッドランズトレインチェックポイントまで伸びている。 2011年までのウエストコースト線の終点はシンガポール南部のタンジョンパガー駅だったが2国間の取り決めにより廃止された。ケッペルコンテナターミナルマレーシア、インドネシアの近場の島々にはボーとフェリーが就航している。クルーズ客船の誘致も積極的に行っており、マレーシアのスタークルーズもシンガポールを拠点に運航している。政府は2015年までに クルーズ旅客数160万人を目標としている。フェリーターミナルは、チャンギフェリーターミナル、チャンギポイントフェリーターミナル、タナベラフェリーターミナル、シンガポールクルーズセンターがある。シンガポールは、マラッカシンガポール海峡に位置し、今日の海運にとっては欠かせない位置にある。19世紀から、海運の要所として発展してきた。港は、PSA インターナショナルと、 JTC コーポレーションの子会社であるジュロンポートが運営している。ジュロン港は世界で最も忙しい港のうちの一つで2004年には10.4億トンを取り扱った。シンガポール港はコンテナ取り扱い数で世界第2位。2004年には2130万 TEU を取り扱った。積み替え港としては世界で一番忙しい港である。また、 船燃料販売の世界一のハブでもあり、2004年には2360万トンの燃料を販売した。2007年には香港、上海を抜き、コンテナ取扱い世界一に返り咲いた。また、アジア最優秀港にも選ばれた。シンガポール港の一部シンガポール沖に停泊する船舶とシンガポールシンガポール航空の A380。 シンガポールチャンギ国際空港の完成とシンガポールの航空はシンガポールの経済にとってなくてはならないものとなっている。アジアの中で旅客では6番目、貨物では4番目に忙しい空港であり、アジアの空運のハブである。また、産業は物流のみならず、航空機のメンテナンス、修理、オーバーホールなどにも波及している。2009年の航空産業は、 直接的、間接的なものも含めて142億シンガポールドルの経済効果があり、シンガポールの国内総生産の5.4%を占めている。内訳は87億シンガポールドルが航空産業の直接的なもの、残りは31億シンガポールドルが製品、サービスの提供による販売、24億シンガポールドルが従業員、製品、 サービス提供者の購入によるものである。5万8000人の直接的な雇用があり、間接的な製品、サービスの提供者も含めれば119000人の雇用があり、このうち1万8000人は航空機製造、1万5000人は航空会社、2万4000人は空港、グランドサービスである。産業全体の空の税収は15億シンガポールドルにも上る。 上記の通りシンガポールの航空会社は特に経済にとって重要であり、直接的、間接的なものも含め、55億シンガポールドルの経済効果をもたらし、3万4000人の雇用を創出している。歴史サロンケバヤの制服をまとった女性キャビンアテンダント1937年に、オーストラリア人のワーンブラザーズが始めた。 ワーンエアサービスが8人乗りのデハビランド DH-89 ドラゴンラピードに主張のラッフルズを乗せマラヤのクアラルンプールペナンに初めてのフライトを行った。7月28日からこの3市間で商業運行を続けていたが第二次世界大戦でマラヤ、シンガポールは日本に占領され急死。世界大戦後に運行が再開されることはなかった。 1947年5月1日にオーシャン、スチームシップカンパニー・オブ・リバプール、ストレーツ・スチームシップカンパニー・オブ・シンガポール、インペリアル・エアウェイズによって、マラヤ航空が設立された。初めてのフライトは、設立直前の1947年4月2日で、シンガポールからクアラルンプールまでに発揮のエアスピード AS65 コンサルが使用された。定期便は、 シンガポールとクアラルンプール、一方、ペナンを結んだ。その後も拡大を続け、技術的な支援を他のコモンウェルス諸国の航空会社が担ったほか、IATA にも加盟した。1955年には多くの DC-3 を運行し、その他の機体には DC-4、ビッカースバイカウント、ロッキード1049スーパーコンステレーション、ブリストルブリタニア、 デハビランド DH-106 コメット4フォッカー界27があった。1957年に中英の株式会社となった。1963年にマラヤ、シンガポール、サバ、サラワクがマレーシア連邦を結成したのを機にマラヤ航空からマレーシア航空に社名を変更。ボルネオ航空も吸収した。 シンガポールの独立後の翌年1966年にマレーシアシンガポール航空に社名を変更。マレーシアシンガポール航空はすぐに拡大し、1967年には初めてとなるボーイング機、ボーイング707を導入した。本部もシンガポールに高層の本社ビルを作り移転した。ボーイング737もその後すぐに導入された。 1972年に、マレーシア・シンガポール航空は、シンガポールとマレーシアの政治的な決裂によって、シンガポール航空とマレーシア航空に分割された。シンガポール航空は10機あった、ボーイング707と737のすべて、シンガポール発着の国際便のすべて、シンガポールの本社、JY ピレーを獲得した。 女性キャビンアテンダントもサロンケバヤの制服を変わらず着用することとなった。サロンケバヤの制服は1968年に地元広告者のベーテアッツが民族衣装であるサロンとケバヤから作り出しシンガポールガールとして売り込んだのが始まりである。市場オープンスカイ協定をシンガポールと結んでいる国国土が狭く国内線市場が存在しないシンガポールにとって 自国の航空会社の国際線市場の拡大、他国の航空会社のシンガポールの空港利用の促進は急務であった。シンガポールは90以上の国、地域と航空業務提携を結んでおり、東南アジアの中でも最も自由な航空自由化政策をとっている。オープンスカイ協定の推進者でもあり、30以上の国とオープンスカイ協定を結んでいる。二千六年六月に、 欧州連合にとってアジアで初となる航空協定を結び2007年10月2日にはイギリスにとって2国目の航空完全自由化を実現1997年にアメリカにとってアジアで初となるオープンスカイ協定を結びアラブ首長国連邦とも航空自由化協定を結んだオープンスカイ協定括弧内は州あたりの最大便数航空会社シンガポールには 定期便を運航している航空会社が6社ある。これらの航空会社で約70都市をつないでいる。空港シンガポールチャンギ国際空港は東南アジアで重要なハブ空港である。空港はシンガポールの東部に位置しており、約60カ国、185都市をつないでいる。年間6400万人の旅客を扱うことができる。セレター空港はシンガポールで、 初めての民間空港であり、現在もプライベートジェットが使っている。また、定期便として、ベルジャヤ航空が、マレーシアのティオマン島とレダン島を結んでいる。ヘリポート、ありがとうございます。